本日はトリミングサロンスピーディーワンさんにやってきました。私の愛犬ミルクちゃん、トリミング頑張ります。バイバーイ。こんにちは。予約してた犬です。お待ちしておりました。先にカルテのご記入をお願いしたいので、はい、おかけいただいてよろしいですか。はい。こちら当店の料金表になっておりますので、お客様の方でお持ち帰りください、はい、こちらの施術カルテのご記入の方お願いいたします。はい。あんたの毛色はアプリコット。あ、ちょっと揺らさないです。アプリコットで、あとで狂犬病とかは私で、大きな病気にかかったことはない。ミルクちゃん体調不良などはないですか。はい、大丈夫です。分かりました。あとなんか爪と、はい、尻尾を触るとちょっと怒る癖があるので、わかりました。はい、わかりました。はい、ではお預かりいたしますね。バイバーイ。頑張るね。頑張る。
にちは。お待たせいたしました。おいで、頑張ったね。ありがとうございます。可愛くなったね。お仕上がり大丈夫そうですか？はい、大丈夫そうです。はい、ありがとうございます。頑張ったね。バイバイって。バイバイ、またね。私頑張りましたって。どうですかって。みくちゃんの本日のご様子書かせていただいております。みくちゃんのお爪切りと肛門周り苦手だったっていうことだったんですけど、はい、とてもお利口さんに頑張ってくれておりました。はい。もうちょっとお耳赤かったのでご様子だけ見てあげてください。はい、そうなんですよね。ずっと赤くて。あ、そうなんですね。何が原因か。特になんか汚れてるとかではなかったので、はい、ご様子だけ見てあげてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他のトリミングサロンさんではあまり見かけない細かい値段設定のポスターが貼ってあります。イージーシャンプー、めちゃくちゃいいですね。あまり毛質がこうボーボーじゃない子たちはきっとできるのかなって思います。こうやって値段がこう税込み、まあ、今国の規定でなったのからなのかもしれないですけど、税込みで全部書いてあるサロンさんあまり見かけないので、細かくこうやって何に効くかとか書いてくださってるのがとても良心的だなっていうふうに思います。で、歯磨きとかやってるのっていうサロンさん結構あるんですけど、基本的にやっぱ追加料金払えばやってくださったりするので、ぜひ皆さん苦手なワンちゃん、うちの子も結構嫌がって噛みついてきたりするんですけど、歯ブラシはかなり大事なのでやってあげてみてください。ね、どうやってやってるかどうかとか全部書いてくださっているので、飼い主さんも安心ですね。はい、スピーディーワンさんの一つ目のポイント、こちらカットコースがなんと3980円というところです。まあ、今まで3980円っていう文字はマッサージぐらいでしか見たことがないので、すごくお得かなって思います。そしてスピーディーワンさんの3つのお得ポイントがですね、早い、コスパ、そして仕上がりの良さです。皆さんぜひご来店してみてください。こんなに可愛くなります。見てって、綺麗ですね。いい匂いもします。